5本目左官。5本目左官。太刀で水月を突いてくるのを引きながら杖で受け流して太刀を打ち、さらに引き落とし打ちします。太刀は太刀を注視することなく、内をまっすぐ見ながら太を中心線上に引いて真半身となり、剣線を受け流して間合いを取ります。さらに右本手で太刀を打ち落とし、踏み込んで顔面を攻めます。内が切りつけるようにして構えた太刀を引き落とし打ちし、踏み込んで顔面を攻めます。受け流す時は真半身になります。